プリンセス・ジュリアナ国際空港はカリブ海のオランダ自治領、シント・マールテンにある国際空港。大型旅客機がビーチ上の低空を通過して着陸することで知られている。もともとは1942年に軍用滑走路として開設されたが、翌1943年に民間空港に転用され現在に至る。空港の名称は当時のオランダ王女。 ユリアナに由来する。長らく小さな旅客ターミナルでの運用が行われていたが2006年11月10日に新旅客ターミナルがオープンした。新トマール店唯一の国際空港である。なお、面積88平方キロメートルのこの島の北半分はフランス領となっており、フランス領側には小規模なグランカーズ、エスペランサ飛行場がある。 ワイドボディ大型旅客機がエメラルドブルーのカリブ海に面するマホビーチ上空から滑走道端のビーチを高度20メートルから30メートル程度で通過しながら着陸する光景はセントマーチン島の観光名所として大変有名である。滑走路長はわずか2433メートルで大型旅客機の離着陸には短距離で滑走道端を低空通過する必要がある。 他空港では同様の場合、離着陸そのものが制限される場合が多い。滑走路に並行した誘導路がないために、マホビーチ側から着陸した旅客機は、滑走道端にあるターニングパッドを U ターンしてエプロンへ戻る。滑走道端にマホビーチがあり軽機着陸装置は設置できないが、距離測定装置や無視向性無線標識は設置されている。ビーチでは、 飛行機が離陸する際の後方気流が体感できるが、1日10回程度離陸する大型飛行機の場合は、大変危険で、離着陸時の後方気流で重傷を負ったり命を落とす場合もあるとの注意喚起看板を掲示し、巡回パトロールも行っている。しかし、2017年7月には観光客が後方気流に煽られ転倒、搬送先で死亡する事故が起きた。 ヒストリーチャンネルにおいて、世界で最も危険な空港第4位に選ばれている。注意の看板メディアを再生する、プリンセスジュリアナ国際空港に着陸する、航空機のビデオ映像同空港は、開港から70年近くが過ぎ、ところどころで老朽化が進んでいる。そこで、同空港は近代化改修工事を行い、アップグレードを図る計画が組まれている。主な内容として、 滑走路の修復や新しい誘導路の新設、中期上増設やエプロンの拡大が挙げられている。また、空港全体が拡張できるよう土地買収も行われる。日や、旅客機がとんでもない低さでビーチを横切った。ハフポスト。2018年4月15日閲覧。空港見物の観光客。 ジェット噴流に吹き飛ばされ死亡 CNN2017 年7月14日。閲覧。トップ10モーストエクストリームエアポーツ2014年7月24日。閲覧。SXM エアポートオープンズパブリックテンダー。プロセスフォーニューカンセションス。ハットサムエアポート。チェンジズアーカミングツーストリート。マートンバイゲストライター。オンジャニアリー14ス。20138時41分。AM。 ありがとうございます。